吉谷の流儀158条ですね。はい。今回はですね、挑戦する、まあちょっとタイトルはパンチちょっと考えます。挑戦する。なぜ挑戦しなければいけないのか。なぜ挑戦しなければいけないのかにしましょうか。まあ最近ですね、メンバーシップっていうね、僕YouTube のチャンネル登録者数3000人ぐらいなのに、なんかGoogle からですね、メッセージ来て、おめでとうございますと、あなたのチャンネルは日々頑張ってるんで、メンバーシップ導入できるようになりましたみたいな来て、マジかみたいな。なんか1万人ぐらいいないとダメなんじゃないかなっていう、なんか情報あるじゃないですか。あ、いけんだみたいな。で、これやろうと思ってるって、まあずっと今考えてるんですよ。何やろうかなみたいな。うん、で、新しいことを、で、いろいろ調べて、なんかそのメンバーシップに入ると、なんかバッジが、絵文字とかがオリジナルに使えると。絵文字かと。じゃ絵文字どうやって作るのかなとかね。バッジどうやって作るとかね。いろいろ調べたりとかして、まあどうしようかなと思ってるんですけど。で、あとコンテンツですね。メンバーの、価格だったり、何提供しようとかね、いろいろ考えてるんですけど、まあその新しいことですよね。うん、で、僕別に YouTuber じゃないんで、コンテンツ販売してるんで、まあ、ヒカキンさんとかはじめしゃちょーとかメンバーシップ入れてないですし、なんだ、東海オンエアさんかなんかメンバーシップを入れたらなんか、非難合合になったらしいですけど、ね、ちょっとき、調べてたら出てきたんですけど、まあ別に僕は大丈夫かなと思うんですけどね。で、まあ本当新しいことですよね、メンバーシップで。新しいことを挑戦しようとすると新しい課題ができるんですよ。さっきの細かいことですけど、価格どうしようかな、内容どうしようかな、バッチ絵文字どうしようかなみたいな、特典どうしようかなとかね。あと操作方法ですね。あ、こうやって、いや、こうやってメンバーシップはこういう風にやってこうやるのかとかね、調べたりとか、いろいろ大変なことって出てきて、大変なことっていうか課題がいっぱい出てくるわけですよ。で、多くの人って、この課題出したくないですよね。どうすか。多分めんどくさいこと、でもめんどくさいんですよ。その課題を作るって。例えば、宿題好きですか？宿題嫌いですよね。小学校の時とか夏休みの宿題とか嫌じゃなかったですか？もう夏休みの宿題めんどくさいみたいな。だからめんどくさいことって人ってやりたくないんですよ。で、僕もやりたくないですよ。だけど、このやりたくないけれども、やる。やりたくないからこそやってみるっていう、この逆転の発想が超大事ってことですよ、要は。自分がやりたくないなぁと思うことをやることによって、一皮むけていく、違う自分のこのフレーズというか、新しい体験が、得たりとかね、新しい、なんだ、失敗を得たりとか、新しい結果を手に入れたりとか、成功を手に入れたりとかできるので、ほとんどの人って、失敗しない方法を探したりとか、どうやったら最短で稼げるのかっていう話なんですけど、それをやってると、うまくいってる人あんまいないんですね。別にその方法を探すことは悪いことではないんですけど、うまくいかないんですよ。なんでかっていうと、常にうまくいく方法を探しているので、挑戦するという概念がないんですよ。挑戦の向こう側に何があるかっていうと失敗があるんですよ。だけど、もう確定されているものですよね。なんか、稼げる保証してくれますかみたいな話なんですけど。やったら本当に稼げるんですかみたいな。だから、でも、成功してる人とかうまくいってる人って、もはや、なんか失敗は、当たり前だし、失敗をエネルギーに変えてるみたいな感じなんですよね。うん、だからその成功本を腐るほど読めば、その共通ポイントは必ず出てくるんですけど、一般常識の逆なんですよ。これ間違いなく思考プロセスが。一般の人っていうのは何かっていうと、失敗イコール失敗じゃないですか。だから成功の人っていうのは失敗イコール成功とかね、失敗イコールチャンスとかね、失敗イコール自分の肥やしとかね、なんかその逆のなんか発想、転換、思考プロセスがあるんですよ。だから、まあ僕自身もその動画を撮るっていうことが、
やりたいことだったのかっていうと、やりたくないことだったんですよ。だけどそこに挑戦した結果今があるし、だから常にそのやりたくない向こう側に新しい自分っていうのがあるってことです。もう言っちゃいますね、結構これ大事なんで。やりたくない向こう側に新しい自分がいてるってことです。確かにね、やりたいことだけで生きていく、好きなことだけで生きていく、これすごくいい言葉ですし、そうなったらいいなと思う人多いと思うんですよ。てかそれを目指してる人もいると思いますけど、ただ申し訳ないですけど、これ確率論で言うならば、やりたいことだけをやって好きなように生きれる人って多分ね、本当に限られた人だと思います。その自分がやりたいことと市場がマッチングしてないとダメなんで、そもそも自分がやりたいと思ってても、例えばゴーギャンっていう、僕ね絵描きさんが好きなんですけど、ゴーギャンあんまり売れてなかったんですよ、昔。生きてる時っていうのは、死んでからなんかその絵が評価され始めたのかな。なんかゴーギャンっていう絵描きさんがいて、俺は絵描きになるんだって言ってね、全部捨てて絵描きを始めるわけなんですけど、まあそんなに有名じゃないし、そんなに売れなかったのかな。だからきついっすよね。いや別に楽しければいいとは思うんですけど、まあ生きていかないといけないわけじゃないですか。しかも自由な暮らしをしていきたいっていうんだったら、自由に金稼いで自由にこうやっていくためには、そのスキル必要だし、ある程度のお金必要だしって話で、だから それを成し遂げるスキルを手にするためには、やりたいことだけでは限界があるかなっていう、限界があるかっていうか、マッチングしてるかどうかですね。ここをマッチングしてる人って少ないので、例えばヒカキンさんもそうじゃないですか。ヒカキンさんも最初ボイッパーが得意でね、ボイッパーの YouTube の動画を撮ってたわけですよね。ボイッパーですよ。昔テレビにも出てたことがあるのかな、ボイッパーで。で、ボイッパーでずっとやってたんですよね。スーパーでバイトしながら。で、動画アップしてて。で、バズって。で、その後何やったかっていうと、今ボイッパーやってるのかって言ったらやってないですよね。新しいことの、新しい動画のジャンルに挑戦したわけじゃないですか。これじゃ限界があるってことで。だから海外でどういう動画が流行ってるのかなとか見て真似てやってみたりとか。だから じゃあそれが自分がやりたいことだったのかっていうと、やれることだったりとか、やりたいことだったら好きなことだったのかっていうと、多分そうでもないと思うんですよね。おそらく。だってボイッパーじゃないですか。ね、自分の特技ボイッパーですみたいなね。ボイッパーカーション。パーションちょっと言えてないですけど。だからなんだろうな、僕がや動画の事例で言うならば、結局そのやりたくないことでもやりきって、その挑戦していくことで、なんか逆に自分の特技になったりとか、嫌いを好きにさせるとか、嫌い話すことが嫌いだし、得意じゃなかったけど、逆にその話すの得意になって、話すの別に問題なくなって、まあ好きかどうかと言われると、好きかはどうか分かんないけれども、今は別に話せる特技になった、逆に話してない、動画を撮ってないと気持ち悪いみたいなぐらいになったっていう。だからその滑らない話のね、田村さん、中学生日記かな、味の向こう側ですよ。味の向こう側をリアルタイムで見てた人あんまいないと思うんですけど、僕リアルタイムで見てたんですけど、米粒をね、噛み続けると、わってなる瞬間があるんですみたいなね。味の向こう側っていうね。だからその、やりたくないことの向こう側。やりたくないことの向こう側いいかもしれないですね。やりたくないことの向こう側にしましょうか。やりたくないことの向こう側に新しい自分いてるよっていう。そう、例えばブログも毎日書くとか僕やってますけど、まあじゃあそれがやりたいのかと、好きなのか、文章を書くのが好きなのか、そうでもないですよね。
まあ、基本的に多分人間ってそもそもとして人間は多分あの怠け者だと僕は思ってるんで、僕も怠け者なんですよ。だからじゃあ辛いこと、じゃあ筋トレとかやりたいですか？まあたま、まあ、筋トレ好きな人もいるんであれですけど、だって筋肉いじめるだけじゃないですかね。自分のこといじめたいですか？自分のこといじめたいですか？でこれね、多分ね、筋トレで言うならば、その筋トレしてきついじゃないですか。腕立て伏せとか懸垂とかね、きつくないですか？こんなボワーってきついですよね。でじゃあなんでその向こうそれ をきついことを やれるのかっていうと、その向こう側にあの腹筋がとかね、あのマッチョの体で自分の体型が徐々に変化していく現実があって、要は自分の今までの自分とは違う向こう側の自分、肉体ですよね、肉体ボディが手に入るわけじゃないですか。だからその辛い向こう側ですよね、には新しいボディが入るから頑張れるわけですよね。まあ頑張れない人もいるわけなんですけど、うん、だそんなもんじゃないですか。筋トレもそうですよね。辛い向こう側に新しい肉体自分がいるわけですよね。うん、だこうね、やりたくない向こう側いいんじゃないですか。やりたくない向こう側で終わりましょう。はい、やりたくないことをどんどん挑戦して いってばいかがでしょうかということでございますね。でもそれを知ってると知らない、自分の中で腑に落として知ってる、腑に落とすまで、こう話せるというか、自分の中でそれを確信めいたものにしていくためには、それをやっていかないとダメなんですよ。だから筋トレしてしっかりと筋肉を手に入れて、お変わったなっていう体験をしない限り無理なんですよね。だから挑戦しても失敗だけだったら多分挑戦できなくなるんですよ。いくら筋トレしても筋肉が全然つかなくてマッチョになれなかったら、いや筋トレ続けられないです。大事なのは向こう側に行って、その向こう側の世界をしっかりと体験する、結果を体験する、結果を出すっていうことですね。うん、それをやることですね。じゃないと筋トレ続けられないと思います。どうですか、めちゃめちゃ激しい筋トレしても全くガリガリ変わってない、それでも筋トレあなたはしますか？多分無理なんで。そう、それはもっと大事なのは結果を出すってこと、ビジネスにおいては結果を出すってことですけど、うん、やりたくないことをやってさらに結果も出していくと、うん、で失敗したとしてもさらにまた、改善してやってって、でまた結果出してってって、もう繰り返しでしかないですね。うん、はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。